今回は、泥棒にまつわるお話を2本ご紹介しよう。まず最初のお話はこちら。私は、旦那と田舎に住んでる30代の主婦。私自身、生まれも育ちも田舎の、喫水の田舎育ちだ。20代の頃は、田舎は何もないから都会に住みたいと何度も思ったことがあるが、30代となった今では田舎で良かったと思っている。人も多いわけではないので、人混みを気にすることはないし、子供たちをのびのびと育てることもできる。水もきれいで、お米や野菜もうまい。買い物するところは確かにないが、車さえあれば全く気にならない。私と旦那は、この田舎町でずっと暮らしていきたいと思ってる。しかし最近私たちの周りに、悩みの種が生まれてきてしまった。それは2ヶ月ほど前に、都会から引っ越してきた、私と同い年ぐらいの夫婦のことだ。引っ越してきた当日は、この度こちらへ引っ越してきました。あまりこの町のことはわかりませんので、ご迷惑ばかりかけてしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。このように、とても愛想よく挨拶をしてくれる夫婦なのだなと思っていた。しかし次の日、すみません、田舎のスーパーはあまり行ったことがなくて、今日は行けなかったので、晩ご飯をご馳走いただけないでしょうか？なんとこの夫婦そう言って、私の家にご飯を食べに来たのだ。引っ越ししたばかりだし仕方ないのかな。それに関係を悪くしたくないし、そう思いながら、しぶしぶご飯をご馳走することにした。そしてこの日を境に、この夫婦は毎日のように、私たち夫婦に頼ってくるようになった。この町での醤油は、どれがいいかわからないから、醤油を分けてほしいわ。あなたのところ、たくさん野菜を作ってるんでしょ？私のところにも少し分けてほしいな。ここまで来ると、いくら鈍感な私でも薄々気がつく。都会暮らしだったので、この町のことをわからないことをいいことに、何でもくれくれ言ってくるくれくれ夫婦だったのだ。今までは強く言えなかったが、もうこれ以上あのくれくれ夫婦に、自分たちのものをあげるわけにはいかない、と私たち夫婦は誓った。それからというもの、家に来てもイルスを使ったりして、くれくれ夫婦をなんとか避けて生活をした。その結果、くれくれ夫婦は家にやってきて、くれくれと言ってこなくなった。これでやっとストレスから解放される。今後、この距離感でやり過ごしていこう。しかしある日、うちで作った米を精米しようと、旦那を連れてコイン精米所に行った際、くれくれ夫婦と出くわしてしまったのだ。そしてくれくれ夫婦が、私たちに話しかけてきた。久しぶりね、最近いないことが多いから心配したわよ。ていうか、こんなに安くお米を買えるなんて、やっぱり田舎はすごいよね。と言いながら、白米10キロ200円の料金表を指さしていた。この人、勘違いしているなぁ、ていうか、精米機くらい知ってるでしょと思っていると。それは精米をしてくれる値段ですよ。玄米を自分で持ってきて、10キロ200円で精米してくれるってことです。と、旦那が説明してくれた。すると A 子は、文句を言い始めた。安く買えると思ったのになんなのよ、騙された気分だわ。うちは引っ越してきたばかりでお金がないから、助かると思ったのに。A 子はそう言いながら、精米機を蹴ったりしている。自分が勘違いしていただけなのに、横柄な態度だ。すると A 子がなだめ始めた。夫の方はまともなのね、本当によかった。なんて思っていた次の瞬間、A 子が衝撃の一言を放った。まあまあ落ち着きなよ、米が買えると思ってたのに、買えなかったのは残念だけど、代わりに、この人たちからもらったらいいじゃないか。こんなにたくさんあるから、きっと心よく僕たちにくれると思うよ。ん？この人たちとは、私たちのことなのか？確かにうちは、30キロを精米していて、それを米袋3つに分けてるから、人にあげやすい仕様になっているかもしれない。でも3つのうち2つは、近所でよく野菜とかくれて、お世話になっている人にあげるつもり。というか、私たちが一生懸命作ったお米だから、簡単にあげるわけにはいかない。今までもらってばかりで、何もしてくれたことがない人に、あげるわけがないだろう。何を言ってるんだ、この栄養は。しかも栄養は、勝手にその米袋に手を伸ばしてきたので、無理です、ダメです。と、栄養の要求を断った。すると、栄養の表情が一気に変わり、なんと私たちを怒鳴ってきた。あなたたちだけで。こんな量を食べられるはずないだろう。もらってあげると言ってるんだ。そもそもこれだけたくさんあるのにくれないとか、本当に心が腐っている。助け合いができないなんて、あなたたちみたいな人がいるから、日本人にボランティアの精神が根付かないんだ。ここまで来たら理解不能。くれくれ夫婦の理論がぶっ飛びすぎて、何言ってるんだかわからなかった。あんたたちこそ、ボランティアの精神を一から学んだ方がいい。すると旦那が、わかりましたよ。この3つをあげるのは無理なので。代わりに車に積んである、自宅用のやつをあげますよ。そう言うと、くれくれ夫婦は声を上げて喜んでた。
重たいので、僕があなたたちの車に運びますね。と言って、くれくれ夫婦のトランクに積み終わった。本当にごめんなさいね、まさか運んでくれるなんて。そう言って上機嫌で帰っていった。その姿を見送った私たちは、大爆笑しながら、米袋を車に運んだ。なんせあの袋に入っていたのは、米ではなく無料でもらえるぬかなのだ。ご近所からお願いされて、いつも持って帰ってるやつだ。私たち夫婦が、そうやすやすとお米をあげるはずないだろう。くれくれ夫婦が米袋を持ち上げたとき、あまりの軽さにびっくりするだろうな。私は、くれくれ夫婦の反応を想像するだけで、笑いが止まらなかったよ。そして案の定、米袋の正体が、ぬかだと気づいたくれくれ夫婦が私たちの家に怒鳴り込んできた。ちょっと、昨日のことはどういうことなの、私たちを騙したのね。と、言いながら玄関を叩きまくっていた。なので、旦那がインターホン越しに、これ以上騒ぐなら警察を呼びます。それと、昨日の態度や行動については、近所の皆さんに伝えておきます。これ以上私たち夫婦に関わらないでください。と、言ってくれた。くれくれ夫婦は警察沙汰はさすがに勘弁なのか、すぐに引き返していった。それからというと、私たちは、近所の人たちへ、くれくれ夫婦のお米の件を言いふらしたこともあり、くれくれ夫婦は完全に孤立。最初こそ、孤立しても頑張って、近所の人々に話しかけたりをしていたが、あまりにも相手にされなかったため、途中で話しかけるのは諦めていたよ。そして耐えきれなくなったのか、またしても引っ越していった。きっと都会でも、人間関係が問題となり、田舎なら仲良くしてもらえると思って、引っ越してきたのだろう。日本人に限らず、人間はギブをし合ってこそ、有効な関係を築いていけるもの。ずうずうしい人には、毅然な態度で対応することが、大切だと気づかされた事件だった。続いてのお話はこちら。それはある日、生活の中であれって思うような、ほんの小さな違和感から始まった。それは我が家で、消耗品のおむつやボールペン、トイレットペーパーがなくなることだったんだけど、でも本当に少しだし、勘違いかなと思う程度で、大げさに問題視するほどでもないんだけどって感じだった。でも次に、サイドボードに置いていた、小銭の700円くらいが紛失。夫のなけなしの小遣いをそこに置いたものだったらしくて、確かに置いたって言っていたから間違いはない。でも私も触ってない。二人とも触ってもないのに、お金がなくなっているのがちょっと気持ち悪いねってなった。それから二人で、なんでだって最近の出来事を振り返ってみた。子供は、祖父母と遊びに行って家にいなかったし、私たち以外に部屋を出入りしたのは、ママ友 A 子さんだけだった。でも人を疑う、ましてママ友の一人を疑うなんて、それだけで罪悪感がすごかったんだけど、家から物がなくなるって気持ち悪いし、思い切って他のママ友に相談すると、驚くべき言葉を聞いた。え、知らなかったの？ A 子さん有名じゃない。え？そうなんですか？ B 子さんが言うには、どうやら A 子さんは、手癖が悪いことで有名だったみたい。すでに何人もの、他のママ友さんも被害に遭われている人がいるみたいなんだけど、うちみたいに、物が本当に些細なものだったこともあって、監視カメラに映っていたわけでもなく、決定的な証拠もない状態だったので、警察には言っていなかったみたいだ。取ったものは、そりゃ値段も高くないものかもしれないけど、そんなの関係なく、人の物を奪ったことに腹が立ったので、次に我が家に A 子さんが来た時、わざと暗い顔をして、分厚い銀行の封筒を持ちながら、ちょっと急に必要になっちゃって、と言って中をちらりと見せた。すると、目をキラキラさせながら A 子さんは、何に使うの？と、私に聞いてきたので、ちょっとね、って言いながら、テープで封筒口を長眼状に留め、サイドボードの引き出しに入れた後、キッチンにお茶を入れに行くふりして、退出した。そして廊下で聞き耳を立てていると、カタッと、サイドボードの開く音が、やりおったなぁと思いつつ、すぐにお菓子を持って戻ると A 子さんは、大事な用事があったの、帰らなきゃ。と、よそよそしく退出していった。もう、顔がニヤニヤしていたよ。中に何が入っているのかも知らないでさ。私はその後、サイドボードの中身がなくなっているのを確認して、ご近所とママ友に、あった出来事を話すとみんな大爆笑してくれたよ。私がなんでこんなにも笑っていられるかっていうと、実は A 子さんが持っていった封筒の中身は、お札じゃなくてただの子供用のおもちゃの便箋。A 子さんを罠にはめるために、近所のスーパーにあるゲームセンターの、UFO キャッチャーで必死に取った万札メモだった。まあ、パッと見たらお金に見えちゃうよね。それから盗んだ A 子さんが、一体どう出るかって思って様子を伺っていた。中身がお札じゃなかったから、家に文句を言いたいだろうけど、そんなことしたら自分が盗みましたって言ってるようなもんだから、言えないだろうしね。
メモが盗まれて数日間は、全く姿を見せなかったが、しばらくしてまたいつものように寄ってきて、家にお邪魔したいって言ってきたから、もう取られるのはごめんだって思って、もうダメだよ、わかるよね。って言ったらよっとした顔をした。な、何のことかしら？私、全然わからないんだけど。ええ、わからないんだ。帰ってからさぞびっくりしたんじゃない？銀行の封筒の中から、おもちゃの万札メモが出てきたんだもんね。あなた、私が部屋から出て行った隙に、それを盗んだんでしょ。言いがかりはやめてちょうだい。言いがかりじゃないよ。だって私が封筒をしまって部屋を出て行った間にいたのは、あなただけなんだから。たかがあんなメモ用紙を盗んだくらいで、盗っと扱いしないでちょうだい。弁償すればいいんでしょ。はい、これお金、これでチャラよ、チャラ。そう言って A 子さんは、逃げるように去って行った。取られたものが少額だったので、結局警察には言わなかったのだけど、その後他のママ友のみんなも、私と同じように家を立ち入り禁止にしたみたいで、まとめて縁切りされたようだ。その後、ママ友さんに聞いたけど、A 子さんはこれといった目的もなく、何でも盗むらしい。隣の芝はなんとやらってやつで、他人のものは何でも欲しい人のようだ。未遂ではあったけど、現金の被害は、私が初めてだったようだ。でも未遂とはいえ、大きい金額にまで手をつけるなんて、付き合いはしたくないよね。A 子さんに万札メモ帳を取られた時に、ママ友だけじゃなくて、近所の人にも教えたから、町のそこら中から無視されて、あっという間に孤立状態になってた。まあ、自業自得だよねって思っていたら、さすがに住みづらくなったのか、噂で引っ越すって話があったので、町も出るんだって思っていたら、A 子さんが警察に捕まったって聞いた。まさか、誰かが警察に通報したのかなって思っていたんだけど、なんと地元の電気屋に入って、大きな空気洗浄機を担いで盗もうとしたそうで、逮捕されたよ。まあ、空気洗浄機だから頑張れば担げないこともないけど、大きなものなんだからそりゃ気づくよね。ちなみに A 子さんは、こそこそ隠れるような素振りも見せないまま、店員の前を通り過ぎていこうとして、店員が急いで止めて、警察に通報したらしい。そりゃそうだろうって誰だって思うけど、当の A 子さんは、ちょっと、何よこの手は、話しなさいよ。って、店員に怒鳴りつけていたらしいよ。ママ友の一人の旦那さんが、警察署に配属されているんだけど、バカな A 子さんは、自分でこれまで人の家のものを取ったことを、自分で切れながらベラベラ喋ったって話だ。今までママ友の家のものを奪っていたけど、みんな通報しなかった。だから今回も絶対に警察に捕まらないと思ったのに、なんで私が逮捕されなきゃいけないのよ。って、警察署で暴れたらしい。私たちは取られたものがおむつ数枚とかボールペンだったりで、警察に言うのはさすがに戸惑うからと言わなかったのに、全部自分で暴露したんだからわけないよね。警察官も、普通は警察がどんどん問い詰めていくのに勝手に自分で、誰々と誰々のところで奪った時も、何も言われなかったわよ。って切れながら、自分の罪を白状していくから、メガテンだったみたい。警察からすれば、どんなものでも人のものを盗めば窃盗だし、その A 子さんが、自分で奪ったって口にしたママ友さんのところにも、事情聴取しに来たって。もちろんうちにもね。来た時に何を取られましたかって話になったんだけど、おむつとかのくだりから、おもちゃの万札メモの話になって、警察官も笑ったらいけないんですけどって前置きしつつ、なかなかやりますね。って言ってた。でもその後に、些細なものでも人のものを盗んだらそれは窃盗なんですよ。ですので次からはちゃんと警察に連絡してくださいねって言われちゃった。その後、みんな警察が聞くならって感じで、取られたものを教えたんだけど、その数が全部で100個を超えて、罪も一気に重くなったって話。今回うちが気づいたのも、お金がきっかけだったんだけど、たくさんあるものが数個なくなってても、なかなか気づきにくいけど、やっぱり取られたら腹は立つものだから、自業自得としか言いようがないよね。結局、今回電気屋さんから盗んだものと、それまでの小さいけどたくさんの罪が重なって、実刑判決がついたって聞いた。A 子さんが警察に逮捕された後、もともとご主人はいなかったから、ご両親がお子さんを預かっていたみたい。そして、実家に孫を引き取ったって言ってたよ。あれだけ手癖が悪いってことは多分、両親も知ってるんじゃないかなって思った。まあこれからは祖父母の家で住むって聞いたし、子供のためにもそっちの方がいいんじゃないかって思うよ。たとえ盗んだものが小さいものであろうと、窃盗は窃盗である。捕まっても自業自得だとしか言いようがない。